けど、じゃあ最後ラプちゃんはなんとこちらバルコネで声優デビューバリ、なんと声優に挑戦するキャラクターの画像をもらっているそうなので、はいはいはい、画像を出していただいてもよろしいべこですか。はい、こちらです。ドドン、うわ、かわいい、かわいい、にゃ、猫ちゃん、猫ちゃんですね、これね。え、これから出てくるってこと？そうだね、今月末から登場予定の猫の子だね。え、なんかあのボイスをもらっているみたいなので、ちょっと再生してもらってもいいべこですか。はい、まずその1、私はかっこいいから無駄に群れたりしないのだ。うわー、かわいい。ラプロス天才かも、しかしてこいつ。行くよ次。うん、私と遊べ。これは命令だ。かわいい。ちょ、私と遊べ。これは命令だ。ちょっと劣化版、劣化版、ちょっと劣化版、静かに。ねえ、ちょっと待ってだよ。え、ちょっともう一回聞いていい、これ。私と遊べ、これは命令だ。うわー、かわいい。私と遊べ、これは命令だ。なんか、ん？なんか違うのが聞こえる。ん？うるせえよ。いや、可愛くない。あれ、可愛くない。偽物。他にもある？もう一回やりますよ。聞きますよ。私のこと、好きか？好きだー、初期だー。ちょっと好きかがちょっと若干初期だ気味なのがめっちゃ可愛くない？すみません、もう一回だけ3番。あ、もう一回行きますよ。私のこと、好きか？ほんとだ、なんか好きかっていうのが初期か。あ、ベコレちゃんちょっと対抗しなくて大丈夫？じゃあもう一度聞かせて。いいよ。私のこと好きか？あー、任せろ。私のこと好きか？おい、バカにせんなよ。ちょっとやめた方がいいかなって。え、マリーもやって、マリーもやって。私のこと好きか？お前も人のこと言えんねん。いやいや、マリーめっちゃお前、ちょ、ラプラスと声似ててごめんってなったわ今。え、じゃあ、お前入れて。私のこと、好きか？いや、ごめん、似てるわ、めっちゃ。いや、言い方だけ聞こえるわ。声は似てないわ。似てるし、ね、って言われてんぞ、お前。きつい言われてるぞ、マジで。かわいすぎてすいませんって。いや、でもめっちゃ。バカ、変態、うるさい、もう知らない。もう知らない。バカ、変態、ド M だね。You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、もう知らない、ピアン。